ジェシーロン・プレモンスはアメリカ合衆国の俳優。マット・デーモンのそっくりさんとして知られており、出演作であるブレイキング・バットの劇中で生成される薬品、メスにちなんでメス・デーモンとファンから故障されている。なお、プレモンスは実際に2000年の映画、すべての美しい馬でデーモンを演ずる、主人公、グレーディの幼少時代の役を演じていた経歴がある。2012年、 ポール・トーマス・アンダーソン監督のザ・マスターに出演し、デーモンと同じく外見が似ていると言われているフィリップ・シーモア・ホフマに演じる信仰宗教の教祖の息子役を演じた。2015年、テレビシリーズファールゴ・ファーゴの2シーズンでメインキャストの一人を演じた。2016年、映画母が教えてくれたことでは、主人公のデビッド・マルカヒー役を務めた。 2017年、ネットフリックスのドラマシリーズ、ブラックミラーの1エピソード、宇宙船、カリスター号で主演を務めた。2017年、ファールゴ、ファーゴで夫婦を演じたキルスティン・ダンストと婚約した。2017年12月に、妻の妊娠を公表し、2018年5月、第一子が誕生した。ありがとうございます。